お使いの HP プリンタに異なる種類またはサイズの用紙をセットした後に用紙が不一致または用紙サイズが不一致エラーが表示された場合にこのエラーを MacOS で修正してみましょう用紙をセットし直し印刷を実行するプログラムで正しい用紙を設定しますプリンタの全ての給紙トレイから用紙を全て取り出します用紙の束をそろえ トレーにセットし直します。横方向と縦方向の用紙ガイドを用紙束の端に当たって停止するまで内側にスライドさせます。印刷するプログラムでファイルをクリックし、印刷をクリックするかキーボードのコマンドと P キーを同時に押します。プリンタドロップダウンメニューをクリックし、お使いのプリンタを選択します。詳細を表示をクリックしてその他の設定を表示します。 用紙サイズドロップダウンリストをクリックし、休止トレイにセットされている用紙のサイズまたは種類を選択します。名前の付いていないドロップダウンメニューをクリックし、用紙の種類品質またはメディアと品質メニューを選択します。休止または休止方法ドロップダウンリストが利用可能な場合は、リストをクリックして正しい休止トレイを選択します。 印刷をクリックして、ドキュメントを印刷しますエラーが解決しない場合は、次のステップに進みます誤って表示された用紙が不一致、エラーは、プリンタをリセットすると解消できる場合がありますプリンタの電源を入れた状態でプリンタから電源コードを抜き、コードのもう一方の端を電源から抜きます少なくとも60秒間待ってから 電源コードを電源コンセントに直接差し込みます電源コードのもう一方の端をプリンタに再接続しますプリンタの電源が自動的に入ります電源が入らない場合は、電源ボタンを押します Mac からドキュメントをもう一度印刷してみてくださいエラーが解決しない場合は、次のステップに進みます Mac のプリント級でプリンタを一度削除し、追加し直します Apple メニューシステム環境設定の順にクリックします。プリントとファックス、プリントとスキャン、またはプリントとスキャナーをクリックしてプリント Q を開きます。プリンタリストでお使いのプリンタを選択しマイナス記号をクリックします。プリンタの削除をクリックし Q から削除することを確定します。プラス記号をクリックして追加画面を開きます。必要な場合は。 プリンタまたはスキャナの追加をクリックして、画面を開きますリストからお使いのプリンタを選択し、追加をクリックします Mac を再起動し、ドキュメントをもう一度印刷してみてください